京都市立千松小学校は、京都府京都市下行区若松町にあった、公立小学校。後に、京都市立菊浜小学校と統合され、京都市立六条院小学校となったが、2018年12月、現在は再度統合され、京都市立下行渡る清小学校となっている。千松小学校は、明治2年の開校当初、廃校時の住所地とは異なり、 下行区愛の町通り五条通り、下がる大津町にあった。教科は、苦闘、出動、三述の読み書きそろばん。その後、現在地を購入。高倉津万年寺下がる若松町。千松小学校の並行後も一部残されている、鉄筋作りの校舎は、京都市内で2番目に作られた鉄筋コンクリート製の建物であった。最初の校舎は、 1869年明治2年10月26日、愛の町五条下がるの大津町の高知に開校した際のもので、河原武器2階建ての木造行動と、河原武器平屋の木造教室の二棟が149坪、余りの敷地内に建つものであった。現在の高知に新築移転した際の校舎は、河原武器2階建ての木造行動と、 河原武器平屋の木造教室からなる375坪の敷地を持つ校舎であった。自動数増に伴い、校舎は手狭となり、1885年明治18年2月に教室棟を新築し、2階建てに、その後、1902年明治35年から1911年明治44年の間に、2期に分けて、校地の拡張が行われた。結果、 高事は671坪余りにまで広がった。対象になっても、自動数の増加はさらに続き、強小な校舎による不便は解消されなかったため、1923年、対象12年、より大規模な改築工事を実施することが決定した。翌年8月28日に、帰校、1925年対象14年7月30日に、落成したのが、 鉄筋コンクリート造り3階建ての本館、教室棟である。若松、地松小学校100周年記念誌によれば、コロゴの話としてこの時のことが紹介されている。地匠校出身で同志社を卒業し、アメリカ留学の経験もある、薬館一が大倉商事に入社したため、建築関係のことで校舎の建設に当たった、大倉組の活動に寄与した、というものである。 同様に古老の話として、新校舎には、この地形のシャッターが設置され、当時珍しかった防火シャッターを備えた建築であったという。また、建物のモデルにしたのは、大阪の船場小学校の校舎であったということも、語られている。その後、第二期工事で、1929年昭和4年8月10日に、鉄骨、鉄筋コンクリート造りの平屋建ての行動棟と、 鉄筋コンクリート造りで2階建ての職員室及び作法室が完成した。この当時の敷地面積は885坪であった。これらの校舎は、千松小学校の閉校後、六条院小学校でも使用され、六条院小学校の閉校後に、本館、教室棟は、その一部を残して解体された。千松学区、すなわち元、下行第25学区は、 明治の初めの一連の経緯を経て、学区となった。つまり、幕末に至るまで、東本願寺の管轄下にあった、古屋敷、新屋敷という一角を、1868年明治、元年7月、新政府に向けて上置することを願いで、受理されたため、以後、この現在の地末学区に相当する一角は、京都府の管轄になった。 17番町から25区への行政区画の名称の変化は公明の変化の通りである。地末学区に含まれる町名は以下の通りである。ただし、明治2年10月26日の開校時の町名と、昭和44年10月22日の百年史、変纂時の町名とでは、若干の相違も存在する。大津町、主屋町、恵比寿野町、天神町、 坂町、富谷町、増谷町、若松町、骨谷町、栄江町、東仏町、本塩釜町、八県町、若宮町、大工町、工町橋爪町、富田町、仏具屋町、高月町、花屋町、上地図屋町、北町、上柳町、下柳町、東魚屋町、 西魚屋町、八百屋町、河原の院京都市下行保健所下行区中筋六条、下がるに開設した後、1954年に五条通り、愛の町東、イルオ町に移転する。ありがとうございます。